先ほど15時55分頃ですけれども、茨城県沖を震源とする最大震度4の地震がありました。震度の分布図をご覧ください。こちらです。震源は茨城県沖、地震の規模を示すマグニチュードは 5.4、震源の深さはおよそ50キロと推定されております。この地震によってひたちなか市、茨城県の東海村、茨城県の鹿嶋市、そして鉾田市、こちらで震度4、そして埼玉市ですとか、東京の都心、あと千葉市などでも震度2の揺れを観測しました。この辺りの地震の特徴なんですけれども、こちらが最近1ヶ月に起きた地震の震源をプロットしたものになります。体に感じない非常に小さな地震も含めてのものになるんですけれども、この辺りではですね、5月の22日にマグニチュード 6.0 の大きな地震があって、最大震度5弱という揺れを観測しました。これも茨城県沖の地震だったんですけれども、今回の地震はそれとは別のやや南側に離れたところに起きたものと見られます。この1ヶ月を見ても、今回の地震の震源付近では多数の地震が起きております。この茨城県沖というのはもともと地震活動が活発だというのが一つ、あともう一つあるのが2011年の東日本大震災を引き起こした超巨大地震の後、地震活動が活発化している領域の一つでもありまして、今回のようなマグニチュード5クラスの地震というのは、いつ起きてもおかしくはないということが言えます。時折先日22日にあったようなマグニチュード6クラス以上の地震が起きる可能性もある領域ですので、引き続き茨城県沖の地震については、普段からの地震への備え、こういったものが必要になるというふうに言います。最新の地震情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。